旅人にパイモン、元気にしていたでござるか。姿の彩り祭には道案内の者がいると聞いたが、まさかお主らであったとは。オイラたちもまさかカズハが姿の彩り祭の客人として稲妻に帰ってくるなんて思わなかったぞ。実を言うと、招待状をもらった時は拙者も不思議に思った。しかし長く外をさすらっていたゆえ、この木に故郷に帰り故人を偲ぶのもいいと考えたのでござる。カズハ、さっき遠くからお前を見かけた時、何か探してるみたいだったけど、何かあったのか？先ほど皆と共に船を降りた時、突然近くにとても軽い足音を聞いたのでござる。あれは決して一般乗客の足音ではなかった。しかし拙者が振り返った時、そのものはすでに消えており、残ったのは桟橋から聞こえたポツンという音のみ。相手の姿は見えなかったが、足元に奇怪な紙切れを見つけたのでござる。その紙ってもしかして詩が書かれていたか？おや、どうしてそのことを？よもやそのようなことが起きていたとは。うむ、もちろんでござるよ。この前見た葵の翁の詩では最後に赤人のことが書いてあったけど、やっぱり今回のは赤人についての物語みたいだな。つまり赤人は赤色の印象を使うのが好きだったからこの画号になった。だけど盗作行為が将軍にバレてしまって追放された。なんていうか、今回の物語はなんだか不吉だな。拙者は別に良くない物語だとは思わないでござるよ。拙者もかつては幕府の指名手配人であった。赤人と大して変わらぬ。この物語の赤人は悪いことをやったんだから、将軍に追放されたのは自業自得だ。カズハとは全然違うぞ。お前はどう思うんだ？うむ、先ほど署名を書くのが遅いことを悩んでいる友人がいると話していたが、リーユエと稲妻においては確かに印象は署名に相当すると言われている。これは良い方法になるやもしれぬな。船で海を渡っていた頃、暇つぶしに彫刻などをしていたでござる。もしも印象を作るのであれば拙者も力を貸せるであろう。おお、やったな。じゃあ早速アルベドに相談しに行こうぜ。手伝う方法を見つけたぞ。やはり五河川の物語はまた現れたか。そんな方法まで一緒とは。印象、ふん、そうだね、確かに効率の高そうな方法だね。それなら行く秋は筆跡の問題に悩まなくて済む。しかし行く秋は以前すでにサインを読者に公開したことがある。もし今回の新刊で印象を使えば誠意が足りないと思われてしまうんじゃないかな。僕にもう一つ考えがある。もちろん印象もそのうちの一部だ。今から右右亭へ向かい、みんなと相談してみよう。さあ頑張ってください。陳玉先生、今日書かれた字は目まぐるしい進歩を遂げています。きっと昨日の特訓が効いたんですよ。うぅ、ダメだ、もう
腕が上がらない。こうなることが分かっていれば、今までも書道の授業で小説を読んだりしなかったのに。先ほど10分も休憩したところですよ。もう少し頑張ってください。主任、さすが我々の中で最も恐ろしい健康催促をするお方。ええ、道理で八重様は面倒な作者に対していつも最後には主任を出向かせるのね。恐ろしいぜ。ちょっと見ない間に行く秋がまるで魂の抜け殻みたいな感じになっちゃってるぞ。編集主任、実は先ほどいい方法を見つけたんだ。みんなが直面しているこの苦境から抜け出せるかもしれない。リーユエと稲妻では印象が広く使われていて、一般的にサインと同等のものとして扱われる。この考えを応用すればサインをより簡単にすることができるはずだ。もちろん印象だけでは不十分だ。だから二つの要素でサインを構成するのはどうだい？まずは個人の印象。これは陳玉先生のサインを模型にして作る。同時に僕が陳玉先生に美しくかつ書きやすいものをデザインする。先生はそれぞれの小説にそのデザインを書くだけでいい。そうですね。ええ、この方法なら問題ないでしょう。作者の直筆も入っていますし、見た目も間違いなく良いものになりそうです。本当か？つまり僕は助かったのか？主任、思ったんですが、以前現場でのサイン販売を諦めたのって作家先生のサインに時間がかかってしまうことを考慮したからですよね。ですがこの形でのサインなら現場でサイン販売ができるんじゃないでしょうか。それに全ての作家先生がこの形を採用すれば、新玉先生のサインだけが浮いてしまうという事態も防げるはずです。ああ、君たちさえ良ければ僕も喜んで他の作家先生にサインをデザインしよう。印象の彫刻は拙者に任せるでござる。それでは今から新刊即売会に出席される他の2名の作家先生に連絡してまいります。白亜先生にサインを作っていただけるなんて光栄です。俺の失明は複雑だからサイン販売には向かなかったんだ。これでやっと夢が叶う。よかった、みんなこの案に賛同してくれたみたいだな。何日にもわたって陳玉先生にはご苦労をおかけしてしまい本当に申し訳ございません。どうぞごゆっくりお休みになってください。後のことは我々にお任せを。すでにサインの終わった小説については今後八重堂のイベントで特別特典として使わせていただきますね。これでやっと解決ですね。みんなのおかげで僕も小野寺さんも苦境から抜け出すことができたよ。やっと自由になれたな。外に行って新鮮な空気でも吸ってこいよ。まだ時間があるけど、これからどうするんだ？皆さん、ここにいらしたのですね。あれ、彩香と幻遊野郎じゃないか。なんでお前たちが一緒にいるんだ？実は先ほど、姿の彩り祭会場で開かれる生け花稽古場の手配をしていたのですが、下記から奇妙な紙切れを見つけたのです。その時こちらの吟遊詩人の方がそばにいらっしゃって、ここ数日似たようなものを他にも見つけているのだと聞き、二人であなた方を探していたのです。でもこのお嬢さんが見つけた紙切れは僕たちが前に見つけたものとちょっと違うんだよね。
こちらです。ご覧ください。今までのは詩の長さもみんな同じくらいだったのに、今度のは二言で終わってるぞ。短い二言だけど、タイトルの横に書かれているわけでもなければ、紙の真ん中に書かれているというわけでもない。この字の配置は、まるでこの二言以外に、紙にはまだ他の内容があると告げているようだね。この詩を言葉通りに解釈すると、紙を水に入れれば、真実がおのずと浮かび上がる、となる。それで一つ思い出したんだけど、僕の家には古代の不思議な話をまとめた古い書籍があるんだ。その本によると、水に触れると現れ、乾くと消える特殊な墨汁があるらしい。じゃあ試してみる？ちょうどこの近くに池があるみたいだよ。紙に文字がたくさん浮かんできたぞ。何が書かれてるか見てみようぜ。墨染めが赤人の歌集を手に入れ、歌集を小川に浸した。すると盗作だと言われていた歌の筆跡が溶け出していった。あ、なんでだ。印刷技術がまだ発達していなかった過去の時代では、手書きの文字は湿気によって簡単に滲んでしまうものでした。ですので、文字を長く保つため、特殊な墨汁で書くか、書いた後に防水の塗料を塗っていたんです。特製の墨汁は作るのが大変でしたし、塗料の方も楽な方法ではありませんでした。それでも、赤人の歌集は将軍様へ献上するための重要なものですから、二つの方法のうちどちらかを使っていたのでしょう。しかし、その盗作だと言われていた歌には、赤人の印象がなかっただけでなく、水にさらされた時の状態も、もともと紙にあった他の文字とは大きく異なっていました。じゃあ、赤人は悪いことをしてないのに、誰かに陥れられたってことか。ああ。これこそが墨染めの物語が僕たちに伝えたかった真実だろうね。悲しい物語だったけど、おかげで赤人と墨染めの絵の内容が決まった。カズハ、それに彩香、モデルになってくれる気はないかい？もちろん構いません。拙者も良いでござるよ。よし、じゃあこれで一気に2枚の肖像画が描けるな。うん、それに4つの物語が集まった。五河川の物語もこれでやっと完成だね。今は昔、稲妻に5人の歌人ありけり、世の人は五河川と。ある年、水行が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水行は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき、酔いし水行ににじり寄るはある影なり蹴り。その影こそ葵の翁、すべては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の翁はやむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか、ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。
赤人はかつて五河川の一人、名の赤は歌に朱印を残すことより来たり、かように優れし書き手なれど、ある年に参らせし歌に他者より盗んだものあり、赤人は戸賀により追い放され、河川五人は四人になりぬ。墨染めは赤人の歌集に目を通し、盗作に密書印なしと知る。赤人の歌集を川に浸せば、盗作とされし歌の墨は波に流れけり、通りがかりし葵の大きな古き友を思い出し、目に移りしことを歌に詠む。後に水耕が歌を捧げしとき、あの波風を立てり。読んでからずっと気になってたことがあるんだ。五河川の物語ってもう一人黒主ってやつがいただろ。でも五河川の物語はそいつが一切出てない状態で終わったってことだよな。まさか君は気づいてなかったの？おい銀遊野郎、笑いすぎだぞ。オイラが何に気づいてないって言うんだ。パイモン、実は今までの4つの詩に黒主の物語はすでに含まれていたんだ。え、そうなのか。この物語の要は墨染めが歌集を洗うのを見た後、葵の翁が読んだ歌にあるんだよ。少女が小川で赤人の歌集を洗うシーンは普通の人からしたら全くわけのわからない光景さ。それは葵の翁にとっても同じことで、彼は墨染めの行動を理解できなかった。その情景を見てもただ昔の友人を思い出しただけ。でも赤人を陥れた犯人からすれば話は違ってくるだろ。彼だけは不安を感じていた。もしもこの歌が将軍の目に触れれば、赤人盗作事件の真相がバレてしまうかもしれない。そうなったら身の破滅だからね。だから彼は葵の翁を脅して歌を破り捨てるっていう強硬手段に出たのさ。じゃあ葵の翁を脅した奴が赤人を陥れた犯人なのか。うえ、そいつが黒主だって。そう、この詩集は4編しかないけど、ちゃんと五河川の物語について語っているんだ。詩に出てくる将軍はどう考えても河川じゃないし、残りの登場人物を考えたらこの正体不明の謎の人物しかいないだろう。お前たちに説明されてオイラもやっとわかったぞ。だけど僕は今別のことについて考えている。五河川の物語は僕たちの周囲で発生したことと多かれ少なかれ関係があっただろう。だったら現実においても黒主のような存在がいるんじゃないかな。現実の黒主？そういえばカズハがさっき何か思いついた様子だったけど。カズハ？確かにさっきからずっとだんまりだよな。カズハに聞いてみようぜ。おかえりなさい。カズハ、どうかしたのか？さっきからずっとこの真っ白な画布の前に立ってるけど、それに顔色も悪いみたいだぞ。すまない、
これは僕たちの勝手な予測だけど、もしかして五花仙物語が君に何か思い起こさせたかい？確かに先ほどいくつか思い当たる節があったが、拙者の家系にある古い話のことなのでござる。無論皆に話してもよいが、これ以上皆を煩わせたくはない。カズハ、オイラたちはお前の友達なんだ。迷惑なんてことないから気にするな。楓原さん、失礼ですが、そのことはもしかして雷電五花伝と関係することでしょうか？雷電五花伝？なんだそれ。どうやら拙者も綾香殿も同じことを考えていたようでござるな。これはシャブ行とも関係のあること。綾香殿、皆に話してもよいだろうか？ここにいらっしゃるのは皆さん信頼できる方々です。お話しするのは構いません。ですが、説明が難しいことですので、まずは私から雷電五花伝についてお話ししましょう。皆さんも知っての通り、シャブ行は祭祀活動や文化の伝承を管理しています。その中においては稲妻の鍛造技法も重要なものとなっております。雷電五花伝とは、かつて稲妻の最上位にあった5つの鍛造流派なのです。この5つの家系は刀鍛冶の名家でありながら、シャブ行においても重要な官職についていました。しかし残念ながら、雷電五花伝において現在に至って受け継がれているのは天沼流のみ。そして一神殿は技法は失われてしまったものの、その末裔はまだ存続しております。楓原家こそが一神流派の末裔なのです。カズハの家が身分の高い武家だっていうのは知ってたけど、まさかシャブ行や刀鍛冶とも関係してたなんてな。うむ、されど遥か昔のことに過ぎぬ。一神殿は拙者の曽祖父の代にはすでに没落していた。曽祖父の無為無策に祖父は不満を抱えていたようでござる。家業を再興させる方法を探るべく若い頃にテイワットを旅したそうだが、それも失敗に終わった。そして拙者の代には唯一残っていた屋敷までもがなくなってしまったのでござる。以前お兄様から聞いたことがございます。雷電五花伝の没落はとても早く、わずか数十年のうちにそのうちの三家が数々の不幸に見舞われ、やがて完全に姿を消したそうです。このように言うものもございます。あれらの不幸はすべて雷電五花伝を断絶するために誰かが裏で操作していたのだと。とはいえ雷電五花伝が完全に消失したというわけではありませんでしたので、このような意見も結局はただの噂とされました。うん、拙者もずっとそのように思っていた。しかし拙者は曽祖父が若い頃に経験したある大事を知っているでござる。その一件は拙者たち楓原一族だけでなく、上里家のシャブ行における地位さえも揺るがしかねぬものであった。五花仙物語はまるであの一件の真相を暗示しているように思えたのでござる。カズハ、あの一件って当時何が起きたんだよ？あの一件の確証を得るためにはまだ詳しく調査する必要がある。明日の昼またここで落ち合うのはどうであろうか？その時拙者の知る全てをお主らに話そう。